皆様こんばんは。大きな声でお返事も。はい。こんばんは。本日もウェンズデイ特別大出血サービスグリコのおまけスペシャルの始まり始まりでアート、モーツァルトちゃんどうぞ。Thank you.
波長長の高度奏法を覚えるととっても楽ちんです。展開形というのがあります。基本形はドミソ、メロン、この中にある一つだけ仲間外れのいます。そう、良い子の皆さん分かったかな。もう一度言いますね。カラス、メロン、イチゴ、ナシ、ブドウナット。はい、答えは1番、お嬢ちゃん。1番、カラス、動物が入っていたからです。第2問、カラスが鳴くときに鳴いたら出てくるものは何だ。カラスが鳴いたら出るのは、カラスはカカ、すなわちカラスが鳴いたら出るのはこう車でございました。それでは第3問、仲間外れクイズ。うさぎ、ヘビ、カメ、
外れがいますが、答えは鬼太郎でした。他のは動物でした。それでは、鳥は鳥でもお掃除するときに使う鳥ってなんだ。鳥は鳥でもお掃除するときに使う鳥はちりとり。ピンポン。願いましては、サザンが9、1000÷25は40。ピンポン。漢字も皆さん子供たちも学校でちゃんと習っていますが、ご当地クイズ、ためになるお話もちゃんとしております。しゃっくり出たら水を一気飲み、乳歯が抜けると軒下に投げる。ゆっくりゆっくりリラックス。ちゃんと練習や努力というのはちゃんと成果をもたらします。良い子の皆さんもちゃんと勉強すれば、明日にはちゃんと良いご褒美が待っております。学校でも良い点が、テストで良い点がもらえる。少しほんの1日5分、1日5回できないところを部分練習することで必ずちゃんとできるようになります。小さな積み重ね、無理をしないでできることを楽しくやってみてくださいね。コード奏法もちゃんと身につけます。C、C、G7、C、C マイナーちゃん、F マイナーちゃん、C マイナーちゃん、G7。基本を身につけてアレンジできるととっても便利。ああ便利。あなたの特服むずいから解放されるでございます。ピアノが難しいと感じるのはなぜか特服が難しいからでございますが、そんなことは一向にございませんぬ。ほんの少し楽譜とにらめっこすることって細やかなトリルにプラロトリラー、多彩な表現力にペダルの踏み替え、指番号、少しの練習で必ずできるようになります。皆さんも前向き、自分なんかダメよ、できないわと思ってはいけませんぬ。いじめ虐待防止、人や備品も大切に、
ピアノ教室では本来はマナーに手洗い、先生とグータッチにハイタッチ、ちゃんとサポートしております。それではまた。